全然さ、今自分の部屋来てめちゃめちゃ寒い。マジで寒い。下雨の裏肝のズボン履いてるけどめっちゃ寒い。はあ、寒い。すーちゃん卒業しちゃった。でも1月遊ぼうねって約束したんです。あー寒いよ。あー1月お話し会やった。これめっちゃあったかいんです、ユニクロの毛布。超あったかいよ。みんなおすすめ。お風呂上がり半袖はやばいでしょ。風邪ひくよ本当に。てか最近寒くてさ、マスクの中の蒸気で鼻水出てくるんですよね。アイドルが鼻水とか言ったらあかんけど、めっちゃ下ウィンブレ着てんの。上半袖はやばい。日曜日始めまして嬉しかった。私もラケル行ってきたんだ。いいないいな。でもこれ結構あのディアシスターとかで石原さみさんが色違い最終回で使った。でか、こうやった見ました皆さん。私ちょっと課題で見れてないんですけど、ツイッターでちょっと調べちゃっていいシーンだけ全部見てきた。へへへ。ラビグルメ楽しすぎて、ラビグルメ楽しすぎて嬉しい。嬉しい。こたついいな。こたつ家にない。結果は見たくない。結果見ちゃったんだよもう。だから私は TVer で見ます。社長さんってね。姉声も見てますよ。見てました。でもまだそれは見てない。最終回、最終回。なんかどっちかっていうと恋やたの方が、あでも姉恋の方がいい。あの、あ姉ちゃんの恋人、姉ちゃんの恋人の方が1話から見てました。恋やたは途中から見てる。サブサブサブ Google アップのやつ嬉しい。よかったよかった。そう、もうまこっちゃんマジでいいやつ。もうびっくりした。もうまこっちゃんいいやつだよね。わかるその気持ちね。まこっちゃんいいやつだよね。あんな人いないよ本当に。多分ね、あんな人いたらちょっと私がちょっと悲しくなるわ。すごい。最近皆さんからのメステロが DM に来るから、なんかいいなって勝手に私も思ってる。まこちゃんいいやつだよね。まこちゃんいいやつ。皆さんならどっち選びますか。私は社長です。私あのミーハーなんで、ドラマ全部ミーハーなんで。あーそれ。私も明日か、明日のご飯の時間かに姉ちゃんの恋人見よう。こういう多分まだ全部見たわけじゃないけど。てか森七菜ちゃん可愛すぎ。同い年だよね私。やばやばいよ。そんなこと言わないでマジで。初めてお話かもしれない。嬉しい、ありがとう。好きな食べ物教えて。炭水化物。こんばんは、こんばんは。お手紙ね、早く届いたら全部読みます。まこっちゃんいいやつだったね。あんないいやついないです、私の周りには。あ、そんなこと言ったらあかんな。弟がまこっちゃんだったらなとかたまに思うんですよね。ああいう性格がいい。どうでしょう。すっごいなんかお姉ちゃんにも優しくて、最近パルにしか優しくないんですよ。どう思いますか。今寝てるんですけども、パルちゃんっ
って言うくせに私にはね何も言ってくれない何も言ってくれないんですもう唐揚げ奪われるし、苦手な嫌いなものしか私にくれないし、今日も雪見大福ねママ買ってきてくれたんですけど、この前一箱全部私が食べちゃったんですよ。だからね、ねえねえもう雪見大福食べたらあかんからなってちょっと言われました。だから我慢してます。はいはい、弟は高校1年生かな、けどまあ反抗期じゃないだけまだマシかな。反抗期でした前までは口1年ぐらいまともに喋らんかったな、なんやかんや一箱食べちゃった。三残が 9個入り9個入りかな。弟は私のことねえねえって言ってたけど、最近全部省略されてねえになりました。ねえねえねえになってます。ねえって言われてます。私3つ違いですね。だから学校とかは基本被らない、小学校以外全部被らないようになってます。だから受験が被る やつですね私たちは。だからね、姉ちゃんの恋人を見てて、いやあんな弟と、いやでもお姉ちゃんもすごいいい人だなって。私弟にあんまりなんかこうしなさいよああしなさいよとかなんかやってこなかったなと思って、ほったらかしだったなと思って、なんかそらあえていい人に育つなと思って。そう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 、まあねえねえって言わせたのは私ですお母さんと私で言わせました。昔からのしつけです。これだけ あれはドラマです。間違いないです。あーさび、有村架純ちゃんみたいなお姉ちゃんになりたかったなりたい人生でした。可愛い、あんなお姉ちゃんいたらいいですね。今からでもなれるかしら。次のドラマは、まあでも上白石萌音ちゃん、萌歌ちゃんがやるドラマとかは気になってますね。見るかわからない。私久しぶりにドラマ見たんですよね、今期2個も見たの久しぶり。本当に最近全然ドラマ見てなかったから、めちゃめちゃ久しぶりに見ました。地球のキーホルダー買ってしまった。めちゃめちゃ便乗、あ便乗じゃないんだっけ、影響されてるやん そう、ゆうりさんが出る、そうそうゆうりさんが出るやつ。そうです、お姉ちゃんの方かな。そう、なんやかんやドラマ見なくなったし、私全部テレビで見なくなっちゃいました。全部 TVer で見ちゃうようになっちゃった。あ、今 TVer でね、私が恋愛できない理由がやってて、それがさ、私が大島優子さんが好きだった時に見てたんですよ。だからなんかすごい、なんかちゃんとは見てなかったんですけど、大島優子さんが出てるところだけを見てたんですね。だからなんか思い出しちゃって、今ちゃんと見たら、あこういうストーリーだったんだって思うんですけど、なんかその時若かったっていうか、ちっちゃかったなとかめっちゃ思う。懐かしいよね。私が恋愛できないカリナさんと吉高由里子さんと大島優子さんで、大島優子さんがまだかっこ AKB って最後のところに変えてて、わあこの時めっちゃ好きだったと思って。でも私ロング派だったんですよ、大島優子さん。で多分ボブの時で、
あ懐かしいと思って見てた。そうそうそう、何歳やってんやろあの時、忘れた。でも小学生かな、多分小学生かな。懐かしいよね。あとね、逃げるが恥だが役に立つも今 TVer でやってます。懐かしいね。9年前か、10歳、小学4年生かな。10歳かめちゃめちゃ好きだった AKB さん。10歳ですね。うん、かな。今めっちゃそれが TVer で見てる。そう、逃げ恥正月めっちゃ楽しみなんです私歴史を感じるね。なんかやっぱりいろいろ忘れてたり見落としてたりしてたんだなって思います。ドラマとかやっぱ昔のドラマ見てたらなんか感慨深い、あー見てたなーとかなって、それが楽しいから最近見てます。ブザービートとかめっちゃ見てた。のだめカンタービレとか、あとあそこ町もやってるんだよね。東京全力少女とかめっちゃ見てたあれも見てたな。イケメンパラダイス。でも謎に花壇だけ私見たことなくて、最近ちょっとだけ見てます花壇だけ見たことないあのあれだ、なんでなんでだから今見てます。今ちょっと自粛期間中ちょっと見ましたお、ランキング読もう。基本ね恋愛系しか見ないんですよね。サスペンス系だと砂の塔とか夜行観覧車とかですかね。よし、ランキングちょっとパパパッといきますね。13位スパーク初日、ヤッホー、この前お話しありがとうございました、また来てね。12位しなつけさん、おー久しぶりに壇上で読んだ気がする、ありがとうしなつけさん。11位しろ、お来年もいっぱい喋ろうね、ありがとう。10位かなたくん、イエーイ、ちゃんと覚えました、名前間違えません9位コジ、おコジギターまた弾いてね、お話し会で8位ガンズ、おガンズチキン食べてくれた、嬉しい。7位あやちゃん、あやちゃんありがとう。あやちゃんこの前なんか、あやちゃん、あやちゃんありがとう覚えるありがとう、かわいい猫ちゃんマークついてるのすごい覚えやすいね。6位トーゲさん、ちゃんとメッセージ届いてます、ありがとうございますあ、うん、嬉しいですよ、でもお腹すくけど5位ポンスケさん、ポンスケさんもありがとうございます、お話できて。4位コロンさん、何これ、レイ君推し、んレイ君推しとは犬の名前ですか詳しくまた教えてください。3位元気くん、おー元気くんありがとう、久しぶり、そうでもないか、私のショールームが久しぶりなのか。2位イトキン、イトキンヤッホー、来年もぜひお話し会来てください。1位マグマグ、マグマグもありがとう、イエイエイ、いつもありがとうございます、またゆっくりお話ししましょうそうサンタの神が本当にいつも可愛くしてくれてる結菜の今年の漢字一文字、ちょっと考えときますね。まだ年内にいっぱいもうちょっとショールームしたいし、25日したいんですよね。私の家が暖房ついてたらサンタコスで暖房ついてたらサンタコスでしたいんですよね、25日ね。せっかくだし、何時になるかまだ分かんないけど、うん、次は多分25か明日かかな。でも明日も課題1個やりたいんですよね。今日は2個しました、暖房つけて分かった
暖房はつけてないです、私の部屋はつけてないです、でも弟の部屋だけついてるんです、どう思いますか。パルだから弟の部屋ばっか行くんです。そりゃそうだよね、私の部屋凍えてる、凍えるもん、本当に寒い本当に寒い。私はちょっとケチなので、もう自分が極限になるまで基本暖房はつけませんもう暖パンの中にタイツ履いて、靴下2枚重ねのこうやってフリースとか極暖ヒートテックにトレーナー着てとかでいつもしのいでますそうそう、なんかね暖房つけたら寝ちゃうんですよね。まあでも今は耐えないと、2月とか死んじゃうから本当に。私あのね汗かきなんですけど、あの末端冷え性なんです、すごく。だからすごいカイロとか毎日持ってたりします。おもう終わっちゃう、よし、ではそろそろ終わりますね。もっとまあまた時間があったらゲリラになっちゃうかもしれないんですけど、課題が終わるたんびにまた時間を見てやるので、ぜひその時は来てください本当に今日も一日お疲れ様でした。また来てね、おやすみなさい。皆さん暖かくして寝てね、おやすみ、バイバイ。